皆さんこんにちは、ゆきのダイナーです。どうもー。今回やっと私のストーリーのことをちょっと教えたいと思います。どうやって日本まで来たのとか、日本に来る前にどんな子だったの。やっぱりそれはね、情報が少なくて、まあ全部正しいわけではないから、もう自分からちょっと話したいと思います。では私の生まれはサボナというの港町です。イタリアのリグリアというの、リグリア市市で言えばいいか、リグリア市のサボナ。それでも、でもサボナに生まれでも育ちはインペリアというの、まあ結構そこから近い町なんですね。でお父さんね、14歳の時からパン屋をやってるんですよ。そう、お父さんもパン屋だし、おじいちゃんもパン屋だったらしくて、で、まあ、お父さんももうちっちゃい頭の時からずっとパンを作ってたの人間です。お母さんはね、小さい時からそういういろんな仕事をやってたみたいですね。ヘアスタイリストとメイクアップアーティストと、あのアシスタント、そういうちょっとおじいさんとかおばあさんのアシスタントと、ちっちゃい間とかにもあのモデルもやってました。あのプロモデルじゃなくて写真のモデル。なぜというと彼女は約56センチだから、私も約58、なんかちっちゃい。でお母さんはダンサーだった。でお父さんはね、もともとちょっとパンクだったから、ちょっとなんだろう、面白い家族だったんですね。で私は生まれるために2人ともは実は結婚しせずに、付き合ってて、一緒にパン屋を開けたらしいんですよ。でこのパン屋はね、一番最初の言葉がちょっとルクスリのパン屋みたいですね。すっごくおしゃれ、その町の一番のおしゃれのパン屋。なぜというと、お母さんはね、そんなにお金持ちではなくて、二人ともすごく頑張り屋さんなんですけど、すごくスタイリッシュのお母さんだった。もう完全に憧れ存在だね。それなのに私はこんな感じですちょっと私お父さんっぽいな、パパの味だなかもしれないんですね。で、スレを開けて、私は生まれました。なんか見てその顔、なんか頭良さそうな子じゃない。お、マジで頭いいね。なんかこういうなんかちっちゃい目玉目みたいでも残念ですけど、3歳4歳ぐらいの時に自分の両親が別れて、まあ別々の生活してたんですね。で私はちょこちょこ両方の家でも行ったりとかしてたんです。私の小学校はね、そのパン屋の隣にクリスチャンの学校があって、でそこにもうその幼稚園から小学校の最後までに通ってて、まあ別にクリスチャンかどうかはそれは関係ずに、すごくそういうなんだっけ、エデュケーションが良かったし、やっぱりその勉強がね強かったから、まあそれはね通いたかったみたいんですね。まああと近かったし。そう、なんだろう、私どんな子だったなんだろうねってよく考えたら、絵とか絵を描くと漫画と猫が好きだったって言われた。で基本的に私はね、お母さんと住んでたんですけど、パン屋が私のお父さんに続いて、まあちょこちょこ、まあどっちも行ったりとかしてて、まあ何回も引っ越ししたし、前よりはやっぱりパン屋はね、お母さんが離れてからちょっとダメになってしまったの感じしてたんですね。で、その間は私のお父さんがフランス人と付き合ってて、まあ、なんか土曜日じゃなくて、土日は結構フランスに行ったりとか、スノーボードしに行ったりとか、まあいろんなスポーツが習えたんですね、お父さんのおかげで。ただ、その中学校に入ってから、まあいろいろ変えたね、引っ越しもしたし、お父さんの方と暮らしてたんですけど、私のホームタウンの学校じゃなくて、私の町から多分1時間以上ぐらいの学校に通ってたんですけど、やっぱりそういう町に友達もいなくて、なんだろう、日本が結構好きだったから、
多分変わってるの子に見えたんじゃないかなって思って、それはね、キスなんかあんまりキスせずに通ってたけど、うん、すぐいじめされたんですね。もう完全に。お父さんはな、毎日パン屋に働いてたから、わざとなんか学校に通うために、そういうスクーター、バイクで連れてって行ったりとかしてたんですけど、結構その学校、金持ちに通ってた学校でしたんですね。で、私もただのパン屋娘だったから、すごくもう上から下の目線がずーっとな感じしたし、やっぱりそういう、なんだろう、中学生好きなもの、なんでわからないけど、その、特にその学校はみんなすげえハイブランドのもの持ったりとか、もう彼氏とかそういう男の話とか始まったりとかし、やっぱりその人魚とかコミックスとかは全く興味ないばっかりの方だったから、私に入ってからやっぱり違うねって思ってて、ここは嫌だって言ってもやっぱりそこのわがままでできなくて、一番最初はねよく我慢してたんですけど、そこから勉強もダメになったし、もう毎日毎日いじめされたし、もう途中でもう学校を辞めたんですよ。やっぱりもう完全にもういけないぐらいレベルのいじめぐらいされたから、もう本当メンタルは良くないなって思って、1年ぐらいも完全に引きこもってたんですね、家で。なんかネットに入ってて、で、ネットでもう新しいの私を作ろうって思って、なんかかっこいい自分を作りたいなって思って、そこからゆり子が生まれた。自分がゆり子って思って、自分はこんにちはゆり子ですって紹介しましたんですね。完全に自分をもうお変えすぎって思ってて、なんだろう。でもやっぱりネットとか安心だなって思ったら、実はそうじゃなかったんですね。なんか自分の誰かってすぐバレて、なんかリアルとかネットとかにもめちゃめちゃトラブルっていうか、サイバーいじめとかもされたから、その中学校の時はね、あんまり許可がないんですよ、正直。そこまで多分ほんと最悪の最悪の最悪最悪だったな中学校は。中学校終わってから高校、ここに写真ありますね。そこの時はね、なんかいろんなミヤビとかエレ MC とかのグループ、 J-ROCK のグループはね、ミラノまで電車に乗って一人で初めて。このね、よく見て、この人誰？ロンドンの友達だよ。そう、その友達がやっぱり一緒に今までも友達になれるのはすごいだなって思って、でコスプレも始まりました。わー、なんか人生変えたんですね、完全に。中学の3の時から高校の1年のちょっとの間のやつはすっげー変えて、で髪も初めて染めて切ったんですよ。コスプレイベントまでに行ったりとか、コンテストに参加したりとか、あと一緒作ったりとかもしてたんですよ、その時はね。でプラスでネットのおかげで、あの友達とか、やっぱりコスプレイベントの時はね、好きな趣味の子がすごく多かったから、まあ、友達もできたんですよね。でやっぱりその友達と一緒にコンサートに行ったりとか、ライブ見に行ったりとかで、インペリアの時は美術学校に通いました。通って始まりましたすげえなんか面白かった、それはね。でやっぱり美術の人もかっこめっちゃかっこいい人がいたりとか、もう先輩めっちゃ憧れの、なんかちょっと新クイーンとかの女の子もいたから、私はコスプレイヤーだよって言ってもそんなに、まだまあちょっと初めてな感じなんですけど、私じゃなくて、多分そこにレイヤーさんがいたのは多分7人ぐらい8人ぐらいぐらいいたんですね。で、先生とめっちゃめっちゃめっちゃ何回も喧嘩したさすがにそうやな、さすがにね。ただ
その2年生の時はね、すっごく大きな喧嘩があった。一人の先生は特に日本がすっげー大嫌いで、もうほんと大嫌い。大嫌いで、私のこと見た時に、もう嫌いってな感じになってたんですね。初めてそういう A の授業は、どんな A スタイルが持ってますかって聞かれた時は、私はね、その漫画サーマースクール、その夏の時は、漫画の学校も通ってて、で、ま、やっぱり漫画一番書きやすかったから漫画を書いたらもうこれはクソですとかって言われた時に喧嘩始まってて、それ私の生き方を変えようって思ったら、やっぱりそれは嫌で、ものすごい大きな喧嘩で、なんかただのパン屋の娘、お金がそこまでなくてお前何かするつもりなの、まだアニメの格好してんの、それ気持ち悪いな、恥ずかしいやなとか、すげえなんか全然そういう学校勉、なんか学校に関係ないものをばっかり言われて、その時はね、さすがにめっちゃ怒ってたんですね。さすがって言えないけど、すげえ、うん。で、その時私の両親とかにも電話してたんですけど、その両親お父さんとお母さんは、まあ、特にお父さんの方に、なんかすごい私のお父さんは私の味方で、その時はもう学校は多分まあ無理んじゃないかなって思って、とりあえずを辞め中みたい。いや、まあちょっと、辞めたんです。4月の時は辞めたんです。で、辞める前に、修学旅行のスノーボードコンテストともあって、で、それはもう勝ったんですよ。すごい自分のなんか自己満足っていうか、を勝って、そこみんなの目の前、パンどうぞ、みたい。やめるわ。ファッキューって感じしてみた。恥ずかしい。恥ずかしいわ。うん。で、なんか日本に行くためにどうすればいいですかって、すげえ真剣になってて、逆にもっと真剣になった。私はやっぱり日本語に勉強したい。でも留学エクスチェンジとかもできないから、なんか、早めにどうやって日本に行けるのかって考えたら、うん。なんか仕事だなって思って、お父さんにお願いして、一番最初のゲーム屋さんとパン屋さんのとこに両方に働いてましたんですね。そう、15歳の時からずっと。でもやっぱりその時もね、自分で仕事をしてるのはちょっと恥ずかしがりな感じだったから、まああんまり写真が持ってなくて、多分1個か2つぐらいにしかなくて、コスプレイベントに行ったりとか、自分の名前を出そうって思ったりとか、あと日本語の学校、日本語の学校じゃん、日本語のコース、サボーナ。生まれた町までに電車で2時間で行ったりとかしてたんですよね。もういろいろ準備してた。お金だけじゃなくて、その言葉の準備と、まああと自分の名刺とか、自分の入れ答えが、まあプロコスプレイヤーに目指してて、動画とかしたりとか、コンテスト買ったりとか、あと自分の、まあちょっと失敗だったんですけど、自分の地元の時、なんか地元の近くにコスプレちっちゃいイベントとか作ったりとかもしてたんですよ。で、その時はね、まあすごくいい友達になってたの、仲間もいて、で、多分17歳の時は自分のなんかダンス、踊ってみたの、アイドルグループのリーダーをやってたんですよ。うわー、その時からやっぱりどこかでアイドルになりたいみたいな感じはなったんじゃないかな。はい、こういう人生でした。まあ多分覚えてないことがすっごくいっぱいあると思う。やっぱり苦労した後にもうこういう時を忘れたいとか、気持ちがでかすぎて、友達とか知り合いとかによく来てたんですよ。どんな子だったの？まあ今よりがやっぱりまあティネージャーだったから、結構晴れ晴れな元気な
女の子だったらしいんですけど、基本的なやっぱり好きなことをやりたくて、自由に生きたくて、自分の夢を必ず叶えたいとかの子だったんですね。で、ちょっとパンク。ちょっと生き方パンクだったかもしれない。まあ、お父さんとかお母さんはずっと応援してくれたり、まあ、それ、美術の学校を辞めたとしても、お母さんとお金の勉強にしに行ったりとか、コースをいっぱい習ったりとかもしてたから、まあ、なんだろう、やっぱりどこかで、なんか大学に行って普通の会社に働いてとか結婚した方がいいとかの、まあ、両親じゃなくてすごく自分の夢を叶えるために応援してくれた両親がいて本当良かったと思う。本当なんかありがたい。本当もう素敵な家族だったんですよ。